プロ野球広島東洋カープの春季キャンプ、1軍が沖縄市、2軍は日南市とスタートです。今年は新型コロナウイルス対策として球場は無観客。球場周辺はファンの姿がない異例の状態。選手スタッフは1週間ごとに PCR 検査を受けます。投手陣は今シーズンの投手キャプテンに就任した大瀬良。プロ10年目を迎えた野村。復活が期待される中崎など、手術明けのピッチャーのほか、一軍経験が豊富な選手も日南で調整をします。日南から誰が一軍メンバーに昇格するか、チーム内の競争にも注目です。笹岡大成1年目の昨シーズン、打線はリーグ2位で523得点を記録したものの、不安定な戦いが続きリーグ5位。2年連続 B クラスの殻を破るかのような今年のキャッチフレーズはバリバリバリ。10度目のリーグ優勝、そして4度目の日本一を目指す広島の春季キャンプは3月1日まで行われます。